それでは次にですね、セクションの 2.2.3 で非不整数の二進十進変換という話を扱いたいと思います。で、なぜこの話をここでするかというと、実はそのホーナー法のアイデアで効率化できるという、ホーナー法の応用の一例であるためです。で、ここではまずその非不整数の、二進表記を十進表記に変換する計算を考えます。ここから先はですね、同じ数値、数を表すのに、二進表記や十進表記が混在しますので、ここのスライドにありますように、数値を括弧で囲って、二進表記の時は右下に2、それから十進表記の時は右下に10というふうに書きますので、注意してください。で、ここで取り上げる例題は、M として、二進表記で1011011。で、これが十進表記ですと91なんですけれども、で、与えられるのはこの10110111で、これに対して、この二進表記のこの数に対して十進表記の91を求める手順を見てみましょうということです。で、どういうふうに解くかというと、MX という多項式をこう定義するんですね。6次の多項式なんですけれども、それぞれの係数が、この与えられた M の各桁の数の並びと同じように並べるんですね。例えば、そうですね、一番主係数が1は一番上の桁を取って1、それから x5 乗の係数は、上から M の上から2桁目の数が0なので0っていうふうにして、こう、それぞれの桁の数を係数にして並べます。で、そしてこの MX に対してこの M の MX の X に2を代入する問題だとみなして、でそれでホーナー法を適用するというのが今回の問題の解き方です。で、実際にですね、このホーナー法ので、行う計算の手順に従って、この多項式 MX をまとめてですね、でそれぞれの、桁に変数を代入していくという形で書いていきますと、こういう形でその最終的には十進数の表記の91が得られるということになります。ですので、この最初のスライドにあるようにですね、この2の6乗プラス2の4乗プラス2の3乗プラスっていう形の求め方に比べると、ただホーナー法を使った方が、掛け算の回数ですね、掛け算や足し算の回数を少し減らして計算することができるというわけです。で、次にですね、その逆で、今度は非不整数の十進表記を二進表記に変換する問題を扱いましょう。で、今度はその91、十進数の91を二進数で表記するという問題を解きたいと思います。で、この解き方については、多分皆さんもこれまでの数学の授業の中で、どこかでやったことがあるかもしれませんが、一応ちょっとそのやり方を見ていきたいと思います。まず91を2で割るんですね。そうすると、小が45で余りが1になりますけれども、これをこのように書きます。91を2で割って、小は45。普通の割り算と異なるのは小の45を下に書くんですね。で、余りの1をこう右側にはみ出させて書きます。で、今度はこの45をまた2で割って、2で割りますと、今度は余りが22で、小が22で余りが1になりますね。で、同じようにこうどんどん下にこの割った時の小と余りを書いていきます。で、22を2で割ると、小が11で余りが0っていうふうにバーッと書いていくと、で、最終的に小が0になるまでこの計算を繰り返します。そうすると、なんかこういうですね、こう、タワーみたいな公式が出来上がるというわけなんですけれども、で、今度はこの余りをですね、右の方に並んだ余りを、下の方の数から順に左から並べていきます。下から見ていくと、一番下が10111011というふうに余りが並びましたので、これを左から並べるんですね、10111011と。そうすると、実はこの10111011っていう並びが、
この最初に与えられた十進数の91の二進表記になっているというわけなんですね。で、まあ、計算法は分かったと。で、なぜそうなっているのかっていうのが、まあ、大事なところなんですけれども、実は、こんな方のアイデアで説明できます。で、まず91を最初2で割りましたね。2で割って、小が45で余りが1でしたので、まあ、91を 45×2 プラス1というふうに書いたわけです。で、今度、この45、小の45をさらに2で割って、小が22、余りが1というふうに書きましたね。こんなふうに書きます。で、同じように、どんどん小を2で割って、小と余りに分けて、書いていきますと、こういう形になっていてですね、最後、一番下の行にあるような表記になるんですけれども、実はこの展開の仕方っていうのは、先ほどですね、十進数の91を二進数で表したときに、こんな方法を使ったときと全く同じ展開の仕方になってますね。ですので、以前習ったかもしれないこの筆算の方法っていうのは、実はこの91という整数、十進の整数をですね、このような、こんな方法のアイデアでこう展開したと。そういう、その、まあ、1か0のケースを求めていったら、二進数の表記になったということが分かるわけです。とりあえず、このようにして、そのコーナー法のアイデアに基づいて、その非不整数の二進十進変換ができるというのは、ここでお話です。ここまでよろしいでしょうか。